それでは今日の授業を始めたいと思います。前回は一変数多項式の加算をやりまして、それから一変数多項式のホーナー法という話をしまして、でホーナー法のアルゴリズムと計算量まで話が進んだかと思います。で、まあ、今日はそのホーナー法の応用の一つとしまして、10進数と2進数の変換をですね、そのホーナー法のアイディアを使って、まあ、効率的にやりましょうという話をしたいと思います。テキストですと18ページのセクション 2.2.3 の非不整数の二進十進変換というところから始めたいと思います。ちなみに今日は黒板非常にきれいなんですけれども、これはこの授業の前に TA の新井さんが一生懸命こう黒板の消しできれいにしてくれたものです。で、録画を見ますと、こう授業の回によって黒板がすごくきれいな時と、ちょっとやや汚れてるなって時がありますけれども、ちょっとやや汚れてるなって時は大体僕が適当に黒板消した後ですので、分かるかと思います。さて、一応これをまずはその非不整数の二進十進変換からいきますけれども、先ほど述べましたように、まあホーナー法のアイデアで効率化するという話ですね。でそこで最初にこの二進数で表せられた整数を十進数に表現するという計算から始めたいと思います。二進表記を十進表記に直しますと。ただし今はまず整数からやりましょうということです。で、まあ、その例題が教科書に載っておりますので、一応ここでも書き出してみましょう。まあ、スモール m としまして1011011と、まあ、こういう数なんですが、とテキストには明記されていませんけれども、十進数や二進数の表記が混在する場合によく、その区別、誤解を招かないように、その二進表記と十進表記を区別する方法としまして、まあ、この数の下にですね、こう小さく2とか10とか書く表記があります。で、場合によってはそのインデックスと間違わないようにするために、この数をですね、括弧で両括弧でくくって、右下にその奇数となる10とか2とかっていうふうに書く書き方もありますので、一応ここでも数を括弧で囲って、これは二進数ですというふうに書いておきたいと思いますので、適宜皆さんも、まあ、状況に応じて使ってください。で、まあ、これをこのように表現された二進数を十進数にこう直すわけですけれども、で、まあ、一番単純なこう直し方というのは、そのこの桁に、このそれぞれの桁に対応するこう2のべき乗の数を加えていくということだと思います。で、ご存知の通り、これ二進数の場合ですと、そのまあ 1桁目からですね、それぞれ2の0乗、これ十進数ですけれども、2の0乗、それから2の1乗というふうに、こう各桁のとそのに対応するその十進数の値がありますから、まずそれを
こう書き出していくわけですね。この場合2の6乗か。そうすると今ちょうどその二進数で表された桁が1の桁に対応するこの十進数の値を書き出していきますと、これだけの値に出てきますから、そうするとこう m の値を十進数で表した場合というのは、これらのこう値のこう和になるわけです。でまたそれをまあ一応面倒かもしれませんけど展開して表しますと、という構造になりまして、最終的にこの m と m の値ですね、を十進数で表しますと91になるという結果が得られます。でまあ、一番安直な方法ですと、この各今やったようにその二進数で表記された各桁ごとにこうそれに対応する十進数を書き出して、でそれらの数の和を取ることでこの m の十進表記を得られますけれども、よく考えてみますと、実はこの計算ですね、この計算というのは何をやっているかっていうと、ここにラージ MX という多項式を用意するんですけれども、こういう多項式を書きました。このラージ MX と上の二進数のスモール m とどういう対応がつけられているか皆さん分かりますでしょうか。と実はこのスモール m がですね、それぞれ2の i 乗の桁を表していますけれども、それに対してこのラージ MX では x の i 乗の項をですね、そのスモール m の2の i 乗の桁に対応づけて表しています。で例えばこのスモール m ですと2の5乗の桁が0になっていますので、このラージ MX ではこの x5 乗の桁を0にするというような形で対応づけています。だからここがちょうどこの今その線を引いたところが、それぞれこの上の数のスモール m の各桁のまあ0か1を表すということになります。でこんな mx を何で用意したかっていうと、そのえ実はこの上のスモール m の十進表記を求めるというのは、同じ計算がですね、このラージ mx の x に2を代入することによって行うことができるということに注意してください。もう一度言いますと、この上のスモール m の十進表記を求めるということは、今ここで定義しましたラージ mx という多項式の変数 x に2を代入すると、すなわちこのラージ mx を x イコール2で評価するという計算で行うこともできますという話ですね。でその多項式の評価、この十進数を求めるというのは、実はこういう多項式の評価に帰着されるということですから、多項式の評価というと、前回やりましたホーナー法ですよね。ということなんで、この実際にこのラージ MX にこう2を、X に2を代入する操作を、このホーナー法を使って今度やってみます。
一応、フォーナー法については、前回その組み立て情報と本質的には同じですという話をしましたので、まあ、皆さんの中には慣れている人もいるでしょうから、その組み立て情報の記法で、この M2 の値を求めてみましょう。そうしますと、まず、係数をこう順に書き出していくわけですね。x6 乗から101011と。ちょっとここ多分黒板低いです。大丈夫ですかね。じゃあちょっともうちょっと上げますかね。はい。で、まあ、2を代入します。まあ、多分多くの人はこう、まあ、わざわざ黒板で見てなくても自分でできるよっていう人もいると思いますね。そういう人たちは自分でやってもらいたいと思いますけれども、でまず最初に1を下ろして、でこれをまず2倍するわけですね。2倍して、であと今度はここの列の和を下ろして、でこれを2倍して、であとこの列の和を下ろして2倍して、この11ですか、11で2倍して22で、この列の和を取って22で4倍、これを2倍して44で1加えて45 でこれを2倍して90で、最後に1を加えて91と。ということで、無事この組み立て情報で91という値が求まりました。で一応実際にその M の2というのがその、まあ、この組み立て情報のこの和と積からどのような形でこう求まっているかって展開されているかっていうのをこう一応書いてみますと、まず最初に、まあ、1を2倍するわけですね。1を2倍するとこれが出てくると。でそれに、まあ、上の0を足します。で、これがこの部分ですね。で、それを2倍して4を加えたっていうのがこの2番目。まあ、ちょっと あと、それぞれのステップこう番号を振りますけれども、でさらにこれを2倍して、今度は1を加えるんですか、1を加える、でさらに2倍して、今度は0ですかね。でさらに2倍して1を加えて、さらに2倍して1を加えると。まあ、こういう、こう計算の繰り返しを行っているのが、まあ、フォーナー法でしたということを思い出してみましょう。あ、はい、あ、どっか間違えてます、はい、どうでしたっけ、0、0、2、あ、そうですね、ここでごめんなさい、ここ4ですね、ここ、すいません、ここは2と、これ1ですか、ごめんなさい、1ですかね、はい、ありがとうございます。こういう形でこう展開していくわけです。で、まあこれ実際にこう展開していくと、ちゃんと91に等しくなるということは
まあ、ここではやりませんけれども、まあ、気になる人は各自やってみてください。で一応、まあ、この最初にやったですね、素朴な展開と同じような計算結果が得られるわけですけれども、まあ、その際、こちらの方な方を使った方が、掛け算や足し算の回数がこう減っているということにも気づくかと思います。まあ、もちろんその人間がやった場合は別ですけれども、我々人間がやりますと、こうまあ多少計算慣れている人はこの2の6乗ぐらいですと暗算で出てきますから、その暗算の演算量を1回としますと、残念ながら人間の計算量ではこの素朴な方にはこの方はかなわないかもしれませんけれども、まあ少なくとも今の技術のまあ、よくノイマン型とも言われますけど、その技術のコンピューターでは、まあ、そういうことは多分ないほとんどありませんので、まあ、ホーナー法の方が一般的には効率が良くなるというわけです。はい、でまず今のようにしてその整数ですね、皮膚の整数を二進表記から十進表記に直すという話を行いました。そしたら次は逆にその整数の十進表記を二進表記に直す方法について見ていきたいと思います。では今度は今求めましたこの91ですね、91の十進表記から二進表記を求めるという操作を行いたいと思います。でこれもそのある操作をですね、こうある条件を満たす間こう繰り返すんですが、まあ、その一つ一つのステップの計算をちょっと書き出してみましょう。まず最初の操作は91という数が与えられたときに2で割ります。で、2で割って小をこの91の下に書いて、で、余りをその右側に書きます。まあ、ここまで書いてピンときた人は多分その中学もしくは高校の数学などでこうやったことのある人もいるかもしれませんけれども、一応書いておきますと、まあ91をまあ2で割って で小が45で、まあ余りが1というのをこのように書いておきます。でこれが一つのステップですね。で、このステップを小が0になるまで繰り返します。じゃあ一応ちょっと一通りやってみましょう。まず91を
2で割りますと、まあ、先ほどやりましたように小が45で余りが1になります。で次にこの45を2で割りますと小が22で余りが1になります。で22を2で割りますと小が11で余りが0になります。まあ、ここで初めて0が出てきました。で11を2で割りますと小が5で余りが1になります。で5を2で割りますと小が2で余りが1です。で2を2で割りますと小が1で余りが0です。で最後に1を2で割りますと小が0で余りが1というふうになります。まあ、いろいろなところで説明され紹介されているこの計算ステップの場合はこの段階かな、この段階でこう計算止めている場合もありますけれども、まあ、一応それどちらでも好きな方法取って構いませんが、まあ、とりあえず小が0になったところで、まあ、計算止めれば確実に計算は止まります。で次にそのここからその二進数の表現をどうやって並べるかっていうんですが、実はここに余りがこう列が並んだわけですね。でこれをから順番に数字を読んで、これを左から順番に並べていきます。余りの下の方の数から順に左から右へ並べると。ですのでこの場合その下から順に読んで左から並べるわけですね。そうすると10110111ということになりまして、これがその先ほどですね最初に書きましたようにちゃんと91の二進表記に一致しました。ここまでいいでしょうか。まずこの手順を正確にマスターしましょう。まあ、そんなに難しくはないですね。一応ステップが1個あって、この1個のステップをちゃんと覚えると、あとはそれの繰り返しで、まあ、どこまで繰り返すかっていうのを覚えておけば難しくないはずです。あと最後にこの出てきた数字の並べ方ですね、これをこう上から並べたりしたら間違いになりますので、これを下から並べるっていうのがミソです。でまあ、計算の手順はこれで分かるわけなんですけれども、じゃあなぜそのこういう手順でうまく二進表記が計算できるかというところが、まあ、今日の授業のポイントなわけですね。我々数学徒ですから、やはりこうただ単に手順を覚えるだけでなくて、それがなぜうまくいってるのかということをこう理解していくのは重要なことです。で実はこれもホーナー法的なアイデアで実現されているということに注意しましょう。
一応計算の意味という副題をつけておきますけれども、この91という数ですね、91という数をこう2で順々に割っていったときに、そのそれぞれその小と乗与を計算していきましたが、それがどういうふうに展開されているかっていうのをもう一度追って書き出してみたいと思います。まず91を2で割りましたから、この91がですね、小が40で、91を2で割りまして小が45で余りが1って出ましたから、これはそれをちゃんと展開して書きますと、まあ、45×2 プラス1というふうにこう表されるわけです。で、今度はこの45を2で割りました。ですのでこの45を2で割るとどうなったかっていうと、22×2 プラス1ですね。で、それの2倍プラス1という形になります。で、今度はそれを順々に続けていくわけですね。今度はこの22をこう2で割りましたと。そうすると、11×2 プラス0の2プラス1の2プラス1となって、で、この今度はその11を2で割りましたっていうと、まあ、5×2 プラス1ですね。11を2で割ると小が5で余りが1ですから、こうなると。で、まあ、ちょっと展開面倒かもしれませんけれども、もう少しきちっとあと2ステップぐらいなのでちゃんと書いてみると、まあ5を2で割りますと、2×2 プラス1ですね。まあ、こういう形になります。で、最後この2を2で割りますので、まあ、こういう形でこう展開されることになります。で、ちょっとこれを見ますと、実はちょっと見覚えがあるかなってことに気がつくわけです。この黒板の中でですね、同じことを書いている箇所が実は他にもう一箇所ありまして、それはどこかというと、右側の3枚目の黒板の上ですね、こういう形でこうと同じ形をしているわけです。で、あれ何やってたかっていうと、その91の二進表記をその、まあ、ホーナー法のアイデアでこう展開したというやり方だったんですけども、実はこの今ですね、十進表記から二進表記を作った方法というのは、同じ計算を、本質的には同じ計算をやってたということになるわけです。で、その時のことを思い出しますと、それぞれここに出てきた数字が何桁目に対応してたかっていうと、ここですね、10。その91の二進表記では、そのここに出てきた101101っていうのを、まあ、左から並べて表した表記になっていたわけなんですが、実際に
この今その91かを2で割り算から始まってこう割り算を求めていった剰余というのはこの二進表記の下の桁からこう求めていったことに注意してください。下の桁から求めていったと。だから最後にこう出てきた剰余っていうのは実は一番上の桁の数字に対応するわけですね。そういうわけでその先ほどその4番目の黒板で一通り割り算が終わった後で最初の方に求めた剰余っていうのはこの一番下位の桁に対応してたわけですので逆にその最後の方に求めた剰余がこの二進表記の上位の桁に対応してたってことなのでまあ求めた剰余の下の桁から順番にこう二進表記の上の桁が埋まっていくという形になっています。というからくりが実はこの二進表記の計算では行われているという点にを理解してほしいと思います。ここまで質問などありますか？はい。それではここまででその非不整数のその二進表記、十進表記の変換をやりましたので、さらに進んで小数や分数のその二進表記や十進表記の変換をやってみたいと思います。セクション 2.2.4 です。でまず最初に二進の循環小数を有理数十進の有理数で表記するというのをやってみましょう。で循環小数は皆さんご存知だと思いますけれども、ある有限桁の表現がこう無限回繰り返されるような表記でした。例えば、1100、1100、1100っていうのがずっと続くような小数だったりとか、あとは、1111111っていうのも、1が循環しているというふうに言えるわけです。で、その二進数で表された循環小数を十進数の有理数で直すという話なんですがその前に一応十進の循環小数を有理数の表現に直すというのを一応ちょっと復習しようかと思うんですがどんなふうにやったかやったことがある人ってちょっと手を挙げてくださいいたら。そうですか、わかりました。僕が高校生の時には、その高校の教科書の、こう、カラムみたいな、読み物みたいなページのところに、そういう十進の有理、循環小数を有理数で直すというような、読み物があってですね、僕はそこで初めて学んだ記憶があるんですけれども、皆さん経験がないというのであれば、ここでやっとくのは、損はないと思いますので、じゃあ、十進の循環小数を有理数に表現するという計算をやっておきたいと思います。
で、例として、0.142857。で、この循環小数を表記する際には、すでにご存知の人もいるかと思いますが、この循環する部分の始点と終点の上にこうドットをつけます。で、これによって、この場合ですと、142857という数字の並びが、こう、無限に続くと、そういう循環小数であるということを表します。で、それからあと、用語なんですけれども、この2つのドットで囲まれた、その循環する1つの数字の列ですね。1つの数字の列を循環節と呼びます。まあ、一応知ってる人もいるかと思いますが、一応確認のために一応やっておきましょう。で、これを有理数に直しましょうって話なんですけれども、この数まずいくつになるか知ってる人いますか？はい。7分の1ですね。はい。新井さんが早速手を挙げて答えてくれましたけれども、パッとそうですね、見た、分かる人いるかもしれないが、7分の1ですね。はい。じゃあ、だからこれが7分の1、ここからですね、その有理数の7分の1という表現を導くということをしたいと思います。で、その基本的なアイデアは、その次のようなものでして、例えば今 A がこういう循環小数だったときに、まあ、A を10の N 乗倍、まあ、N は適当に循環節から決める、長さから決めるんですけども、10の N 乗倍して、この循環節を整数分に持ってきます。で、それを具体的にその何倍すればいいかっていうと、基本的にはその循環節の長さ倍、長さをこの N に入れればいいわけです。で、まあちょっと例をやっていますので見ていただきたいんですけれども、まず A がこういう循環小数だったときに、この A をですね、10の6乗倍した数を考えます。そうしますと、10の6乗倍、この数を10の6乗倍しますから、10の1乗、2乗、3乗、4乗、5乗、6乗ということで、この循環節の一番上がですね、上の、一番大きな一節の部分が整数の部分に出てきます。そうすると、142857となるわけですね。で、そこから実は A を引くんですね。元の A っていうのはどうだったかっていうと 0.142857 と引きます。両辺を引きます。そうしますと左辺は10の6乗マイナス1ですから、これは999,999倍の A になるわけなんですけども、右辺を見ますと、この循環節をうまくずらしたことによって、この小数点以下の小数の桁が全て消えます。ここがミソです。そうすると、ここは、空辺は整数部の
142,857だけが残ると。あとはこれを A について解けばいいわけですね。そうすると A は999999の分の142857で、まあ一見こうどう訳せるか、この有理数をどう訳せるかってビビったりするんですけれども、実はちゃんと計算するとうまく7分の1と訳すことができます。まあ、一応この辺ぐらいの話ですと、多分高校生でも興味を持つ生徒さんは持つかもしれないと思いますので、教員になる人はぜひこう身につけておくと後々得するかもしれません。ここまでいいでしょうか。まず十進数の循環小数を有理数に直すという方法ですね。で、じゃあ一応ここまでマスターしたことにしまして、実はその循環小数が二進表記の場合もやり方は同様ですので、まあ実際に今度は二進数の循環小数でやってみたいと思います。一応循環小数が二進数の場合も計算方法は同様ということで、まあ時々こう口で説明したことの一部はこう板書しますけれども、まあ多分と皆さんこうノートにこう式だけ写してもこう後から見れば追い出すかもしれませんが、まあ一応時々説明は入れてます。というわけで、この例題としまして、そのテキストに載っている例題をやってみましょう。今度は A として、二進数ですけれども、0.00011。まあ、こういうの循環小数を考えます。で、この場合ですね、先ほどの例とちょっと異なるのは、この循環節が始まっている桁が先ほどの例とはちょっと異なるんですね。先ほどの十進数の7分の1の例では、循環節が始まっている桁が小数第1位からすぐに始まっていましたけれども、ここには小数第1位に0が1桁入っていて、次の第2位から循環節が始まっているということに注意してください。で、このような時の前処理の方法としましては、これは十進数の場合も同様なんですけれども、まずこの循環節を小数点のすぐ下、小数第1位に持ってくるという操作を行います。で、まあ、これはですね、この A としまして、ちょっとすいません、十進の表記と二進の表記と混ぜてしまって、
混乱を与えるかもしれませんけれども、まあ、この部分を2倍した分、こう頭に2分の1をかけたと思ってください。ですので、こういうことに表してですね、でこれを B と置きましょう。この循環節を小数点のすぐ下に持ってきた数を B と置きます。で、本当に求める数 A は、ここで表した B の2分の1倍だということを覚えておきます。で次に行うことは、先ほどの十進数の場合と同じで、今度はその10の n 乗が2の n 乗になるんですけれども、b を2の n 乗倍します。そして、循環節の一つを整数部に持ってきます。そうしますと、今ですね、循環節の長さを調べますと4桁ですので、この場合は B を2の4乗倍した数を考えます。2の4乗倍しますっていうことは、結局桁を4桁ずらすってことですね。そうすると、11.00110001というふうに表されます。この00、整数部の00は、頭の00は書かなくても構いません。で、これに対して、この B、元の B を書き出しますと、0.00110011でしたので、両辺引き算します。そうしますと、2の4乗マイナス1倍の B というのが、二進数の11ですから、十進数の3ということになります。これ、そうですね、2の4乗マイナス1もこれ十進数ですね。で、あとはこれを B について解きますと、ここから先は全部十進数で計算しますけれども、2の4乗マイナス1は15ですから、15分の3が5分の1ということで、この B の有理数表記は5分の1になるということになりまして、あと最後、仕上げで、もともと求めたいのは A という値だったんですが、この A はB の2分の1倍っていうことを思い出しますと、A は10分の1ということになります。ここまでいいでしょうか。このようにして、二進数の循環小数も十進数の循環小数と同じような方法で十進数の有理数で表現することができます。それから、この計算例はもう一つ興味深いことを示しておりまして、それは何かというと、10分の1という有理数は十進数ですと 0.1 となりまして、有限桁で表現できるわけですね。ところが、ここにありますように、二進数で表現しますと、0.00110011というふうに循環小数になっているということに注意してください。ですので、皆さんが電卓などで扱っている有限桁の小数というのがあると思いますけれども、
あれらの中のものにはその本来計算機の内部では有限桁で終わっていなくて循環小数で表されているものを禁似している場合があるということに注意してください。そういった興味深い事実もいくつか見受けられます。ここまでいいでしょうか。はい。それでは次にその整数以外の有理数ですとか、そうか、主に有理数や小数ですね、小数を、その十進の有理数や小数を二進表記する話をしたいと思います。で今まず x をある実数としたときに、x をこの整数部分とそれから小数部分に分けて表すことを考えます。この小数部分はその絶対値が1より小さい分ですね。で、例えば整数部分を二進表記したものをまあ z と置きまして、それから小数部分を二進表記したものをまあ p というふうに置きますと、全体の二進表記というのが、まあ、z 点 p というような表現になるわけです。で、そこで、先ほどまでやりました話で、この整数部分を二進表記にするっていう話はもうすでに済みましたので、まあ、今回はこの、まあ、1より小さな小数、もしくは有理数を、その二進数に直すと。いう話を扱いたいと思います。で、例としまして、10分の1。これちょうど先ほど、その出てきました、例ですけれども、今度はこの10分の1の、その、二進数の表記を計算します。で、最初のステップは、まず、与えられた数を2倍しまして、で、ここに0と書いた意味なんですけれども、これはまず10分の1を
2倍してで5分の1になりましたと。で、この2倍したこの5分の1が1より小さいときにはここに0と書いておきます。あとこれが1番目のルールですね。で、この計算をいくつ何ステップか繰り返します。と今度はこの5分の1を2倍しまして、5分の2と。で、ここでもこの5分の2は1より小さいですので、ここに0を書く。で、同じようにして、今度は5分の2を2倍しまして、5分の4。で、5分の4も1より小さいので、0を書きます。で、次がミソなんですけれども、5分の4を2倍しますと、これ5分の8になるんですね。5分の8になるんですけれども、で、これが1を上回りますので、まあ、1と1プラス5分の3と書きまして、で、この1を今度はここに書いておきます。で、今度はですね、この1を超えた数がありましたら、この1より小さい部分を次のステップに持ってきます。今の場合は、その5分の8が1プラス5分の3でしたので、この1を除いた5分の3をここに持ってきます。で、これを2倍するんですね。そうしますと、これ5分の6になりまして、また1を超えます。そこで、これをまあ1プラス5分の1という形で書きまして、1を右側に書いておきます。で、今度この5分の1をこう、左側に持ってきて、2倍するわけですね。で、今度は5分の2は1より小さいですから、0と書くと。で、ここで皆さんお気づきになったと思いますけれども、5分の1って実は上のステップでも登場したわけですね。ということは、この計算を繰り返しますと、5分の1を2倍すると5分の2になる。で、5分の2を2倍すると5分の4になる。で、5分の4を2倍すると5分の8になるから、1プラス5分の3になるっていうふうにして、この5分の1からこの5分の8、0011かな、この0011の間のステップが永遠に繰り返されることになります。ということで、この時点で、この二進数の小数の表記に循環する説が登場したということが分かりますので、で、ここで、じゃあ実際にこの10分の1の小数表記はどこから得られるかというと、この右側の列に書いた、この0の並びです。この0の0や1の並びを、まあ、上から順に並べると。上から順にどのように並べるかというと、まあ、小数第1位から並べればよいわけです。今の場合ですと 0. と書いてその一番上の0からですね、順番にこう上の0から0と1を下に向かって並びます。0、0、0、1、1、0、0、1、1という形になりまして、最終的にこれが 0.00001
0、1、1で、この4桁が循環するような小数で10分の1で表されると、二進数で表されるということになります。ここまでいいでしょうか。で、今日ちょっと時間がないので、その小数の部分は詳しくはやりませんけれども、基本的には今の有理数の場合と一緒です。例えば 0.3 という十進数が与えられたときに、それを二進数で表そうと思ったら、今と同じように 0.3 を2倍して、0.6、0.6 を2倍して、1.2 だから、1を引いて、また 0.2 を作るというのは繰り返しで、こう二進数の表記に直していきます。ここまで質問などありますでしょうか。それでは予告しておりましたけれども、来週出張での休校にいたしますので、何もないのはちょっと皆さんに失礼かなと思ってお土産を持ってきました。で、今回の課題はですね、今日ちょうど行いました十進数を二進数で表記する、もしくは二進数を十進数で表記するという問題です。で、問題自体はその酒井先生のテキストにあります、その20ページですね、テキストの20ページにあります問題 2.9、 2.10、 2.11 を解いて提出してください。で、締め切りは、再来週の授業の時で、で、フォーマットが一応いろいろ書いてますので、注意してください。特に僕はですね、いろいろ、ちょっと、基本的に皆さんのレポートは表面しか見ませんので、裏面は採点しませんというのは冗談かもしれないですけれども、一応、基本的にはレポート用紙の表面だけ使って、書いてきてください。そこで、ちょっと残りの時間なんですけれども、間に合う範囲で説明しますが、例えば問題の 2.9 を見ますと、次の数を二進表記せよ、負の数は整数部8桁の2の歩数で表記せよということが書かれてあって、いきなりその小数で2の歩数ということになりますと、多少戸惑う人がいるかもしれませんので、ちょっとだけ例題をやっておきたいと思います。ちょうど今日の授業で出た例題を組み合わせた数なんですけれども、-91.1 という数ですね。これを二進数で表してみましょうと。で、整数部8桁の2の歩数なんですけれども、まずこういう数が与えられた際には、まず正の数である 91.1 を二進数に直すところから考えましょう。で、91.1 というのが与えられましたら、先ほど説明しましたように、これを整数部と小数部に分けます。で、91、整数部の91は、今日の授業でやりましたように、10、11、01、1でした。で、それから、0.1 は、0.000011 からなる、と循環節を含むような、こういう数でした。まず、これを作りまして、で、ここから、91.1 の表現を作ります。そうしますと、整数部は、10110111で、それから小数部が、00011001111
点点点となります。で、ここでその2個ですね、新しい操作が必要になりまして、一つは、無理数は9桁目を0社一入して小数点以下8桁の数で表せとありますので、これはどういうことをやるかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9桁目ですね。この9桁目で0社一入っていうのは四捨五入と同じ計算です。もしここが0だったらば、次の桁はそのまま、もし1だったらば繰り上げですね。ですのでこの場合はここ9桁目が1ですので繰り上げて、そうするとここが1加わりますから10とします。まずこれで小数第9位で1桁繰り上げですね。で次に、整数部は今度負の数に直さなければならないので整数部は整数部8桁の2の歩数ということなんですけれども、どうやって表すかというと、まず整数部を8桁で表します。1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。8桁目は今0ですから0を書くと。で今度はこれを−91.1 にしなければならないので、こちらは2の歩数を取ります。2の歩数を取るやり方、皆さん覚えてますか？ちょっと思い出してみましょう。基本的にはこれ、まずこの全部の0と1を反転させます。10100、あ、じゃあごめん、これ1か。10011100000。あ、待てよ。1110010ですか。まず全部1と0を反転させた上で一番下の桁に1を加えるんでした。そうするとここに1を加えますので、これが1繰り上がって10となるということで、今の2つの操作ですね、小数第9位0社1入と、それから整数8桁目で 2の歩数で表すということで、-91.1 というのが今の問題で想定した表現ではこのような形で表現できます。ということで、すいません、時間超過してしまいましたが、ここまで何か質問などありませんでしょうか。一応今の知識があれば多分このレポート問題を解けると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それで次回再来週ですけれども、この続きの多項式の乗算と除算を行いまして、で第2章が、もし終わりましたら、第3章は一旦飛ばしてですね、次第4章のユークリッドの互助法に進みたいと思いますので、もし予習される方はそのつもりで予習してきてください。何か質問あるでしょうか。なければこれで終わりにします。どうもお疲れ様でした。